ザ・ビート・ガーデンが6月23日、阪神タイガースホームゲームで開催されるトラフェスに出演することが決定した。島本浩也投手の登場曲、スタート・オーバーを本拠地甲子園球場で歌唱する。トラフェスは登場曲をテーマに音楽と野球観戦を同時に楽しむイベントだ。2022年より阪神タイガースの島本浩也投手の登場曲にザ・ビート・ガーデンのスタート・オーバーが選ばれていることがきっかけで今回のトラフェス出演が決定した。2024年1月に実施されたザ・ビート・ガーデンと島本投手の対談では、次は島本投手のホームにお邪魔しますと公言していたメンバーが夢を実現させる形だ。なお、当日は阪神タイガース VS 横浜 DeNA ベイスターズの試合が実施される。イベントトラフェス日程、6月22日土曜日&6月23日日曜日、会場阪神甲子園球場、開門12時、試合開始14時、イベントアーモンドミルクフェス2024、開催期間5月30日木曜日13時20、5月31日金曜日11時20、6月1日土曜日11時20、6月2日日曜日11時19時、会場東京国際フォーラム地上広場、入場無料、主催アーモンドミルク研究会、サポーティングラジオ J-WAVE ハットプス、 www.j-wave.co.jp/special/almondmilk2024スラッシュザ・ビート・ガーデンライブステージ、5月31日金曜日18時30分19時、オールグッドフライデー公開生放送、ナビゲーターリリコ稲葉友、ゲストザ・ビート・ガーデン13時50分頃。